こんにちは、こんばんは、赤尾です。本日は、11代目シャレコアから2本と、鬼の短編集1をお送りいたします。では、早速。まずは、11代目から2本、です。どうぞ。小学生の時の話。隣のクラスのおっちょこちょいの悪童愛は、授業中に私たちのクラスの掃除用具入れのロッカーに忍び込み、授業途中でわっと飛び出し、クラス中を沸かせて走り去るというパフォーマンスを思いつき、次の授業で実行することを、私を含めた数人に打ち明けた。ま、よくある、かどうかはわからないが、ヒーロー気取りの悪ふざけである。当時、教室の後方には、各生徒がカバンなどを置いたりするための棚があり、その左端、廊下に近い側には、ほうきやモップ、ちりとりなどをしまっておくための、扉のついた縦長のロッカーがあった。愛はこの掃除用具入れに先生が来る前に忍び込み、授業途中で突然飛び出しみんなの笑いを取った後、すぐそばの扉から廊下に逃げる算段であったのだろう。元より逃げても無駄なのだが、私たちは愛が怒られることも含めて期待していた。んじゃ、やってやるからよ。妙にウキウキした愛は自ら金属製のロッカーに入り込み、内側から薄いドアを引っ張って閉めた。無論鍵などない。間もなく先生が現れ、何の授業だったか忘れたが、とにかく普通に授業は始まった。この段階で、当然といえば当然だが、彼のことはクラス中に知れ渡っており、いつ飛び出してくるのかに関心が集中していた。時折チラチラと後ろを振り返ってみたり、ロッカーから時折聞こえるカタンとかの物音に、誰もがクスクスと忍び笑いを漏らしたりした。しかし、いつになっても彼が出てくる気配はなかった。物音すら立たなくなった。クラス中大爆笑を期待していたのだったが、どうやら愛がおじけづいたかして、飛び出すのを諦めたのだと思い。まさか寝てるんじゃ？それはそれですごいバカ。などと、私たちは勝手な想像でこそこそと笑っていた。そのうち授業は終わってしまい、起立、礼、着席の号令の後、先生が出ていくのを待って、私たちはロッカーの扉を開けに行った。えへへへ。とばかりに頭をかく愛、あるいは寝息を立てている愛を想像していたのだが。私たちが目にしたのは、うわーん。張り裂けんばかりに大声でわめく、狂ったような愛の姿だった。真っ赤に泣き晴らし、涙、鼻水、よだれでそれこそぐしゃぐしゃで、シャツとズボンには血が滲んでいた。どうしたんだ？何があったんだ？ロッカーの中に立っていた彼は、崩れ落ちるように四つん這いになって這い出てきた。体中ガクガクと震え、立てないようだ。セクションドアをすさん開かない役誰もく開けて存在。泣きわめきながら意味不明のことを絶叫している。よくよく聞いてみると、ドアが開かないとか、誰も開けてくれないとか言ってるようだ。学校中が大混乱になり、愛は即座に病院に連れて行かれた。先生たちにいろいろ聞かれたが、こっちにもさっぱりわけがわからない。私たちがいじめで閉じ込めたわけではないのだ。後でわかったのだが、愛は授業開始数分で飛び出すつもりだったという。それまでわざと軽く音を立ててみたりしていたのだという。そして、いざという時に、扉が開かなくなったのだと。ロッカーの扉に鍵はついていない。回したりひねったりしてロックする構造でもない。押せば閉まり、引けば開く。単なる蓋の役目しかしていない。授業も半ばを過ぎる頃から、愛は本気で助けを求め出したという。扉を内側からガンガン叩き、これで拳を切ったようだ、大声でわめき、つま先で蹴り続けた。しかし、教室内は全くの無反応。全く音に気づく様子はない。授業の様子は、ロッカーの中にも聞こえてくるというのに。愛はその後助け出されるまで、気も狂わんばかりに絶叫しつつ、扉を叩き続けたという。教室内の私たちは、その時授業をしていた先生も含めて、叫び声どころかノックの音すら聞こえなかった。愛がわざと立てた物音以外は全くの無音だった。普段ならまだしも、愛が飛び出してくるのを期待して集中していたにもかかわらず。幸い愛はごく軽い怪我で済んだ。行方不明にも精神病院送りにもならなかった。愛が無事だったおかげで、いじめではなかったことが証明された。彼は扉につけられた数個の細長いスリットを通して見ていたのだ。私たちが何もしていないことを。そして、全く自分に気づいてくれず、
完全に無反応な教室内を間近に見ながら、泣き叫び、血が出るまで扉を叩き、助けを求めていたのだった。小学校の時に実際にあった話です。幽霊も宇宙人も変質者も出てきません。それだけに全く解釈のしようがない、不可解で気味の悪い出来事でした。その後、なんとなく話題にするのがはばかられたまま、現在に至ります。人に話すのは初めてです。それどころか、当時のクラスメイトとでさえ話題にしたことがありませんでした。数度の同窓会においてもです。ここに書くことで、今まで胸に抱えていたものが少し楽になったような気がします。ありがとうございました。確かに、不思議だな。時空だなこれは。愛くんは授業中、席にいなかったのだから先生が、愛はどうした?とか言うよね。隣のクラスの男子とあるから、そっちでは問題になってたかもね。あれ?学校のもそうだけどロッカーって中身が飛び出したりしないように内側からは開かない構造になってんじゃなかったかな?記憶違いだったらすまそう。少なくとも俺のところは中からでも開いた。ただ古いだけかもしれないけど。ハウスダストのアレルギーや閉所恐怖症がこの時初めて発症し、気絶していた。直前の状況と、助かりたい気持ちから、頭の中で必死に助けを求めていたとか。俺仕事でトラック乗ってました。4トンのルート便ドライバーです。だいたい朝4時頃から自分のトラックにその日に運ぶ荷物を積み込んで、出発時間は日によって、コースによってバラバラだから、トラックの寝台で仮眠するって生活続けてます。この話は2年ほど前になるんですが、ちょうど節分が終わったばかりだったから、2月の中旬くらいのことだったと思います。その日も出勤して、倉庫に積まれてる荷を積み込んでたんですよ。休日出勤だったんで、事務所にも倉庫にも誰もいませんでした。先輩も救出って聞いていたけど、予定表を見たら昨夜の便ですでに出ている。俺は8時までに出発すればよかったから、積み込みが終わって、いつものように寝台で仮眠してました。寝台っていうのは、運転席と助手席の後ろにある空間のことなんですけど、寝台のさらに後ろはすぐに荷台なんです。もっとも、繋がっているわけじゃなく、壁を2枚挟む形になってるんですが。それで、俺寝台に横になってうとうとしてました。日が昇ってくると眩しいから、顔にタオルを乗せてたんです。どのくらい寝たか覚えてないんですが、突然荷台側の壁というか荷台から、どんどんどんって壁を叩く音が聞こえたんです。その音で飛び起きて、何事かと思ってすぐに確認したんです。うちの会社のトラックはホロ車じゃなくてアルミキャビンなので、開口部は後ろのゲートと側面のハッチの2箇所なんですが、ゲートは安全のために、運転席側から電気的にロックをかけてたんで、荷台内に誰かが入ったとしたら、ハッチからしか入れません。で、見たらハッチが開いてる。その時はまだ完全に頭が起きてないのもあって、ハッチから顔だけ突っ込んで確認したけど、誰もいませんでした。荷物が荒らされた形跡もないですし、泥棒ってわけでもない。その一件ですっかり目が覚めちゃって、コーヒーでも飲もうと思って事務所に行ったんです。そうしたら、先輩が休憩室のソファーで寝てました。昨夜出て、今帰ってきたようでした。さっきの先輩のいたずらかよ。しかも寝たふりしてやがるし。俺寝起き悪いんでかなりムカついて、タヌキ寝入りしてるであろう先輩を放置プレイして、コーヒーも飲まずにとっとと配送に出発しました。その日のルートは、200キロほど走って5軒の取引先に荷物を届けるコースです。朝9時に会社を出発して、5軒目の取引先に到着した時には20時になってました。実は途中で、トラックのブレーキ、エアブレーキの方が完全にいっちゃって、走れなくなったんです。空にだったらなんとかなるんですが、化石祭気味に荷物積んでたんで、とてもじゃないけど危ないからってことで、急遽サービス会社に電話して、路上で応急処置をしてもらったんです。おかげで3件目以降の取引先の転着時間をオーバーしちゃって、クレームをいただいてしまいました。そんなこんなで、5件目でも小言を言われて頭を下げながら、最後の荷物をその店に下ろしてたんですが。気づいたんですよね、そこで。寝台で寝ていて荷台の壁の音で起きた。それなのに、荷台一番奥、走行方向で言うと前に荷物が天井近くまで積み上げられてる。おかしいですよね。
先輩のいたずらだったと思っていたのに、これじゃたとえ荷台内に入っても、内側からキャビン裏の壁を叩くなんて真似はできっこない。外から叩くことも構造上不可能なんです。スーッと汗が引いていくのがわかりました。正直わけがわかりませんでした。それでも仕事ですから、荷物を全部下ろして、取引先のスタッフの方にもう一度お詫びして、帰ろうとしたんです。そしたら呼び止められまして、内心まだ文句あるのかよと切れそうになったんです。でも違いました。あの、荷台の中にお連れの方、乗せたままでいいんですか？そうきたか、って思いましたよ。いいんです。確認なんかしたくありませんでした。てかできませんでした。ラジオをガンガンにかけて、できるだけ何も考えないように帰りましたよ。会社に着いたけど、休みの日だし誰も行っこない。タイムカードを押して速攻帰ろうと思って、事務所に行ったんです。そしたら、誰もいないと思ってた事務所に先輩がいたんです。あの時ほど先輩の存在が嬉しかったことはありません。でも、変なんですよ。先輩、朝に見た時と同じ格好でソファーで寝てるんです。すぐに気づきました。先輩の肌の色が生きている人間のそれじゃないってことに。その後一応救急車と警察を呼んで、いろいろ事情聴取みたいなことをして、結局家に帰ったのは翌日の3時を回ってました。翌日、翌々日と休暇をもらって、翌々日ですが出社したんです。そこで初めて知ったんですが、先輩自殺だったらしいんです。司法解剖の結果、体内からアルコールと、眠剤だったか安定剤が大量に検出されたそうです。死亡推定時刻は、俺が先輩を見た、出発前の朝3時間前後後でした。ということは、あの時先輩はまだ生きていたことになるんです。後悔の念で涙が出ました。あの時もし俺が先輩の異変に気づいていれば、もしかしたら、ってやつです。でも、思ったんですよ。だったらあの壁を叩く音は何だったんだろうって。さらに詳しく聞いた話だと、先輩がアルコールと薬を摂取したのは、俺が積み込みをしていた時間だったって聞いたんです。あの音は、先輩のいたずらだった可能性は低いってことになるんです。大体、これから自殺をする人間がそんなお茶目なことをするなんて考えがたいし。そういえば最後の取引先で、スタッフの方が変なことを言っていたのを思い出しました。あの人に、どんな人が荷台に乗っていたかを聞けば何かわかるかもしれない。次に配送に行った時にさりげなく聞いてみよう。そう思いました。結局、それは実行できなかったんですが。後日談です。出社したさらに翌日、警察の方から出頭要請がありました。なぜか社長も一緒です。警察の方に聞いた話は衝撃的でした。当初、先輩の自殺理由は誰も思い当たらなかったんです。独身ですが一応彼女もいるし、とても明るくて、職場のムードメーカーでもありました。家族や友人に聞いても誰も思い当たる節はない。突発的な自殺、ということで片付けられるところだったんです。しかし自殺動機が、警察の方で浮かんだというのです。先輩は自殺前々日の夜、飲みに出かけたらしいのですが、家族団、帰ってくるとすぐに出勤したそうです。いつもより数時間早く。そしてその日、先輩の走ったコースの途中の山間部で、老人の遺体が遺棄されているのが見つかったそうです。遺体は損傷がひどく、検視の結果、交通事故に巻き込まれた可能性が高いということでした。そうです。先輩が配送の途中で、そこに遺棄したのです。警察の調べで、先輩の車のバンパー部分にあり、その部分の塗装と遺体の衣服に付着していた塗装が一致した、ということでした。警察の要請で会社のトラックを調べたところ、あるトラックの荷台内の床から血液反応が確認されたそうです。そのトラックはあの日俺が乗ったトラックでした。あの叩く音が、先輩の霊だったのか、事故の被害者の霊だったのか、はたまた、俺の気のせいだったのかはわかりません。いえ、もうどうでもいいです。僕は次の日会社を辞めました。もう二度とトラックには乗るつもりはありません。最後に、長々と書き込んでしまいましたが、呼んでくれた人、ありがとうございました。うちの方は田舎で、車がないと何もできないような土地柄なのですが、俺はできるだけ運転はしないようにしています。あのドンドンドンという音が忘れられないというのもありますが、先輩の死後、お悔やみに行った時の家族や彼女の顔、絶対に忘れられません。
車を運転している以上、いつどこで殺人を犯してしまうかわかりません。この話をすることで俺が伝えたかったのはそのことです。これを読んでくれた方、どうか車の運転には気をつけてください。欺瞞かもしれませんが、皆さんがこれで少しでも安全運転を意識してくだされば、きっと被害者の方の供養にもなると思います。自分な上に長文失礼しました。普段、何気なく、車が好きだから楽しみながらだが、車に乗ってるけど、こういうの見るとなんか複雑な気分になる。健常者が睡眠薬や安定剤持ってたのは不自然かも。普通の内科で、眠れないと言えばすぐ処方してもらえる。ペーパーだけど、気をつけます。教訓、短期は損期。では、次のまとめに行きましょう。最後のまとめは、鬼の短編集1、です。ゆっくりしていってね。第1話、持ち帰った石。ある寺に、一人の盲目の軽住職がいた。これはその軽住職が、数人の若い住職を連れて恐山に行った時のこと。知っている人もいると思うけど、恐山にはところどころに死んだ人の冥福を祈るために、それぞれの思いが込められた、たくさんの小石が山のように積まれている。盲目の住職は若い住職たちに向けて言った。ここに積まれている小石は、絶対に持って帰ったりしてはいけない。それを聞いたある一人の若い T 住職は、なんだ？どってことない普通の石じゃないか。これがなんだって言うんだ？と思い、小石を一つ掴み取って、懐に入れてしまった。帰りの車の中でのこと。しばらく走っていると、盲目の軽住職が突然ものすごい顔つきになり、なんてことだ。一体なぜ？と叫んだ。驚いた住職たちが、どうしたんですか？と聞くと、その住職は、女がものすごい形相で、この車を追ってきている。え、どういうことですか？みんなで後ろを振り返ってみたが、何もいない。しかし、軽住職の顔はどんどん険しくなっていく。この中の誰かを追ってきている。お前たち、一体何をしたんだ？若い T 住職ははっと気がついて、自分の懐から石を取り出した。まさかこれが？そして何気なくその石を裏返してみた。するとそこには、はっきりと女性の名前が書かれていたのだ。ひぃ。完全に取り乱したその住職は、思わずその石を窓の外に投げ捨ててしまった。ああ、追いつかれる。軽住職が叫んだ瞬間、石はアスファルトに叩きつけられ、真っ二つに割れてしまった。助かった。そう思って T 住職は胸をなで下ろした。しかし次の瞬間、軽住職が青ざめながら言った。女が血だらけになりながら、必死に車を追ってきた。そんな。焦った T 住職は、すべてをその住職に話した。すると、ちゃんと元の場所に返しに行けば、なんとかなったものを。なぜこうなる前に話してくれなかったんだ。残念だが、石を割ってしまった今はもう。その後、その若い住職は高熱にうなされ、あっけなく亡くなってしまった。空中都市マチュピチュの遺跡にある石も有名だな。たとえ道っ端に落ちてるような石ころでも、持って帰ったりしちゃダメらしい。ツタンカーメンの呪いじゃないけど、石を持ち帰ると必ずたたられるのか、関係者も巻き込んで病気になったり怪我したり、変死したり、とにかくろくな死に方をしないらしい。盲目設定は何なの？盲目なのにすごい形相で、って、見えてるじゃないですか。霊が起こって追ってきてる、みたいなのを感じたってことじゃないのか？頭の中に伝わったみたいな。俺視力 0.1 以下だがそういうものはくっきり見えてしまうことがある。子供の頃恐山の石を崩したことがあったそうな。全然覚えてないけど、俺の人生がクソなのはそれが影響してるのかな。第2話、ある日突然、一抹人形が欲しくなった。私がまだ10代の頃の話。ある日突然、一抹人形が欲しくなった。もう欲しくて欲しくてたまらない。白い着物に赤い帯、紅はほんのり赤い、一抹人形が何としてでも欲しい。
それでお店のお客に手当たり次第情報を求めた。どこで売ってて、オーダーで作れるか、いくらくらいするか、などなど、どうにかして手に入れようとした。何日か過ぎた頃、お店の女性客にこう言われた。それ本当にあなたが欲しいの？目から鱗が落ちた。そうだ、私なんで人形なんか欲しいんだろ。しかも一末人形。すると、それまで何としてでも欲しかった人形が、欲しくも何ともなくなった。ただその話をしている間中、お客の後ろで一末人形が私を睨んでいた。それが現実なのか目の錯覚なのか自分に自信を持てず、そのことを忘れた。私は結婚、出産、離婚といろいろあり、5年ほど過ぎた。離婚し実家に戻った私に、姉と姉の友人が訪ねてきた。昔話をして楽しんでいる最中、姉の友人が話を始めた。そういえばあの時、あなたが住んでいた家の近くに橋があったよね？そう、私がその時住んでいた家の近くに小さな橋があった。別にこれといってなんてことない小さな橋。ただ私はあまり好きじゃなかった。姉の友人は続けてこう言った。私ね、あそこの橋で女の子を見たよ。それがおかっぱ頭の着物着た子だった。姉の友人は、よくこの世じゃない世界の人を目撃する人だった。私は鮮明に記憶が蘇った。忘れてた一末人形。怖かったけど私は聞いた。その子、白い着物に赤い帯してなかった？そうそう、なんで知ってるの？結構怖かったよ。顔が突然ブワーって大きくなって、こっちに寄ってきて。私は間違いないと確信した。あの時私が突然欲しくなり、店の女性客にあなたの意思じゃないと指摘され、恨めしげに私を睨み消えたあの一末人形だ。あの橋を渡る時、私についてきたのだろう。そして自分が入る体が欲しくなり、私に用意させようとした。けれど不覚にも女性客のたった一言で、私や周囲に気づかれた。だからあんなに恨めしげだったんだ。なぜ一末人形が突然欲しくなり、たった一言で欲しくなくなり、なぜ恨めしげに私を睨んだのか。5年後に分かった体験だった。ある日突然、フィギュアが欲しくなった。もう欲しくて欲しくてたまらない。とすると、もうホラーじゃなくなるな。髪型や容姿はどう見ても一松さんなんだけど、でもすごく現代的な、条件は全てクリアしているのにすごく秋葉なフィギュアを用意されたら、一松さんどうしただろう。姫カットに大きな瞳、ふっくらした頬に軽く微笑む唇。スラッと伸びた細い手足に、体のラインを際立たせたちょっと戦場的なミニ振り袖であざとくアピール。有名造形師が手掛ける現代の一松人形。19,800円から。その一松人形が欲しい。欲しくて欲しくてたまらない。第3話。学生時代に恐れ山に行った。学生時代に恐れ山に行った時の話をしましょう。忘れもしない大学2年の夏、暇を持て余していたサークル仲間6人で、どっか肝試しに行こうかということになりました。それまでにも夜の火葬場で花火をしたり、幽霊が出ると評判の廃墟で酒盛りをしたりしていた我々。先輩に。おいけい、青森で一番怖いとこつったらどこよ？と聞かれ、とっさに、恐れ山じゃないっすかねえ、と答えてしまいました。よし、じゃあ今から行くか。ってことで先輩のワゴンに6人乗り込み、青森県弘前市から恐れ山へ。その時すでに21時半過ぎだったと記憶しています。弘前市から恐れ山まではまあ、3時間もあれば着くだろうと。青森市を抜け、恐れ山のある下北へ向かう国道279号を走る頃には、もう対向車もなくなっていました。そういえばこの道も、よく車の上にボロボロの着物を着た老婆が乗っているのが目撃されているとのこと。取るに足らない都市伝説だとしても、この延々と続く暗闇の一本道の途中では思い出したくない話です。ちょっと重くなった空気の中、先輩が怖い話を始めました。先輩の友人が金縛りに遭い、散々霊に苦しめられたとか、そういうありがちな話。ただ、その話の中の友人が毎晩金縛りに遭うのだけれど、決まって金縛りが始まる時刻が午前2時14分だった、というのが妙に頭に残りました。
むつ市を抜け、恐山と書かれた道路案内を頼りに進むと、いつの間にか辺りはすっかり山道です。一本の街灯もなく、山道特有のつづら折れの道になりました。と、急カーブに差し掛かった時、車のライトが何かを照らし出しました。何体も並んだ地蔵です。その後もカーブを曲がるたびに地蔵が立っていました。なかなか怖い雰囲気になってきました。恐山に到着したのが午前1時頃だと思います。車を止め、でかい門の前に来たものの、門は固く閉じられていました。とりあえず門の前で記念撮影。さて、せっかくここまで来たのに入れないのは悔しい、と、全員で中に入れないかどうかあたりをうろうろしていると、門から少し離れたところに、簡単に通り抜けられそうな木の柵が。実を言うとその時点で私自身は恐山の不気味な雰囲気に飲まれ、一刻も早く帰りたい気分だったのですが、先輩たちはみんな中に入ってしまいました。こんなところで一人待つのはもっと嫌なので、やけくそで先輩たちの後を追いました。少し歩くとでかいお寺のようなものがありました。真っ暗なので頼りは先輩の懐中電灯だけです。お寺の脇を抜けるといきなり世界が一転、岩だらけのゴツゴツしたなんとも気味の悪い場所に出ました。よく見ると足元には小さな石を積んだものがいくつもいくつもありました。確か幼くして死んでしまった子供ために親が積んだものだとか。さらに気味が悪いのは無数にある風車。恐山は火山であるため、風車は火山特有の硫黄臭く生暖かい風に吹かれて回っています。暗闇でカラカラと回り続ける無数の風車。それを見ただけで私は本当に引き返したくなりましたが、先輩 M は何を思ったか足元にあった風車を、あろうことが抜いてしまったのです。先輩、やめた方がいいっすよ、という私に。記念に、と思って。と言って歩き出す M。思えば、それが良くなかったのでしょうか。岩場を抜けると普通の道に出たような気がします。何分真っ暗なので、頼りない懐中電灯の明かり以外本当に何も見えません。とにかく道なりに歩いていきました。私はマジで怖かったので、隣を歩いていた S と雑談してなんとか気を紛らわせていました。が、いきなり先輩が、し、と言いました。立ち止まる6人。最初聞こえるか聞こえないかだった低い音は、不定期に近くで聞こえたり遠ざかったり。お経です。本当に怖いと声も上げることができないのだとその時初めて知りました。誰かが何か言っただけで絶対パニックになることは間違いありません。誰もが恐怖で動けず、実際は1、2分の出来事だったのでしょうか。我々を取り囲んでいたお経は次第に遠ざかり、いつしか病んでいました。静寂。先輩が、戻ろう。と言いました。帰り道は誰もが無言。車に乗り込んだ時、本当にみんなほっとしていました。先輩がエンジンをかけました。走り出した車の中、全員疲れ切った様子でした。さっきのことを誰も話そうとはしません。いきなり、本当にいきなりです。エンジンが止まりました。止まってしまった車。わけがわからず、みんな運転手の S を見ました。S も慌ててキーを回します。エンジンはすぐかかりました。が、今度はいくらアクセルを踏んでも車が前に進まないのです。リアタイヤが空回りする音だけが響きます。誰も何も言わない。言えない時間。ふと運転席の近くにあったデジタル時計が目に入りました。2時14分でした。表示が15に変わった瞬間、いきなり車は発進しました。その後、車は一度も止まることなく進み、むつ市の明かりが見えたとき、やっと先輩が、怖かった、とつぶやきました。翌日現像した、みんなで門の前で撮った写真には、我々の前を通り過ぎる長い光の筋のようなものが写っていました。以上が私の恐山での体験です。その後、別に不幸事などはなく平和に暮らしていますが、もう遊び半分でああいうところに行くことはないでしょう。運が良かったね。もし八甲田さんにしていたら。八甲田って何があるの？兵隊さんが遭難した話しか知らない。その兵隊さんが、五島五町の銅像、雪中行軍遭難者銅像のところを未だに行進して歩いているらしいけど、霊感の私は見たことがない。
第4話、鏡の中。これはだいぶ前のことなんだけどね。あんま怖くないが、池袋に住んでいた友達と経験したことなんだ。池袋という土地は繁華街を離れると、急に田舎じみた様相を見せる。カラスが鳴いて土塀に止まってるあたり、ここが東京だということすら忘れさせる。言い換えれば、ずっと昔から変わらない場所。そういう場所が多いのは理由がある。工事できないからだ。なぜ？友人は怖い話が好きだが、幽霊は信じない。そういうやつだった。当然のごとく、全国各地とは言わないが、東京周辺の幽霊スポットは全部回っていた。何度か誘われたが、私は霊感が強い方なので、霊能者レベルではない、そういう行為が楽しいだけのものではないと知っていたので、断り続けた。しかし、諌めるべきだったのかもしれない。だがあの頃のあいつは、なんかこう、関わりたくない空気を持っていた。すでに疲れていたのかもしれない。しかし、大学卒業間際に、そいつに家に、遊びに来ないか？と誘われ、無下にも断れず、酒を購入しブラッと出かけた。そいつはやや青ざめてて、ニヤニヤと出迎えた。おう、来たな。俺はこいつの家が池袋にあると知っていたが、場所は知らなかった。だから先を行くそいつの後をとぼとぼ歩いた。カラスが鳴いた。日は陰り、すぐ沈んだ。繁華街を離れ路地裏。長い墓地の横の道を歩く。言いようのない悪感が俺を包んでいた。ここだ。私の悪感は限界に達し震えた。そこは夕闇に浮かぶ廃屋だったのだ。ここどこよ？肝試し。ここ、東京最後の幽霊スポット。私は呆れた。友人に担がれて連れ出されたのだ。しかし、ここで逃げ返すのもかっこ悪い。そこはもともと個人病院だったようだ。窓ガラスは割れ、心ない暴走族の書き殴った落書きが、白い壁に赤い字で乱雑に書かれている。よろしく。恥ずかしい落書きだ。中に懐中電灯をつけて入る。友人の顔は危機としている。私に悪感が絶え間なく襲った。なんでこいつ平気なんだ？友人はいろんな部屋を見て回った。大方の家具はなくなっていた。暗い部屋に倒れた椅子がぼんやり見える。注射器の破片が妙に不気味だ。友人が2階に上がる。床抜けるかもしれんから、俺はいかんぞ。俺はそう言った。友人はそれを聞くと笑った。笑いながら上がっていった。俺は無性に腹が立ったが、怖さの方が勝っていた。友人が笑っている。あの野郎。私はふと時計を見た。7時に入ったはずが、すでに9時を回っている。こんなにいた覚えないけど。すると上から、話し声が聞こえてきた。あれ？誰かいたのかな？一人でいることに耐えれず、私は2階へ上がった。2階は左右に病室が続いていた。まっすぐ廊下が伸びている。暗かった。話し声は暗い廊下の奥から聞こえていた。一瞬ゾッとした。友人が廊下の奥で背中を向けて立っているのが、暗闇にぼんやり見える。話し声は続いている。です。ああ、そうか。声は友人だけだ。どうやら、廊下の突き当たりにある鏡に向かって話しているようだ。驚かそうとしてるんだ、と思いつつも、その異様な光景に俺はいたたまれなくなった。だよね。怖がってんの。バカみてえ。どうやら私の悪口を言っているようだった。俺が引っ張って帰ろうと近づいたら、突然友人が笑い出した。あはははっはは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 。突然の爆笑に俺はドキッとしたが、乱暴に友人の肩をつかみ振り向かせた。次の瞬間凍りついた。振り向いた友人は無表情で、白目を向いて、よだれを垂らしていた。その肩越しに見える鏡。そこには爆笑する友人が私を睨んでいた。俺は悲鳴を上げた。なぜなら、鏡の中の俺も爆笑していたからだ。それからよく覚えてないが、友人の手を引っ張って出たようだ。そいつはそれ以来学校に来なくなって、4年の卒業を間際にして学校を辞めた。消息は不明。でも、たまに鏡を見ると、後ろの椅子に座ってたりする。PS。死んだのか、生きようなのか。どっちでも嫌です。もしかしたら、これ読んだ人のとこ出るかも。人見知りしないやつだから。坊主頭、五輪、だからすぐわかると思うです。怖くなくてすまそ。面白かったよ。面白かったんだけど。
もしかしたら、これ読んだ人のとこ出るかも。人見知りしないやつだから。これ、余計かも。この一文で台無しだと俺は思った。卒業パーチの時、当然そいつの話出てさ。俺がそいつの退学理由で知ってるのそれだけだったから、二次会で行ったのよ。そしたら、そこに来てた他校の子が、鏡で変なの出たって泣き疲れたって。どんなの出たの？って聞いたら、ハゲた男って言われたから、そいつかなーって。安直すぎてすまん。二人映るってことは姿見かな？賊が来るような廃墟の鏡が割られず置いてあるって不思議。リアルといい鏡系の話の怖さはガチ。日常品だから想像が容易なんだろうな。ああ困った時のカードデッキが欲しい。池袋に勤務してる私、今ちょうどトイレでこの話を読んでしまった。個室のドア開けたら目の前鏡。怖くて開けれない。終わった。とりあえず、ハゲと坊主頭を一緒にすんなよ。第5話、霊視能力を使って蒸発した父親を探せ。テレビ制作で、霊視能力を使って蒸発した父親を探せ、という番組を作ることになった。ところが、有名霊能力者はお金が結構かかるので、その筋では有名なおばちゃんに依頼。早速スタッフはマイクロバスで、長野の残された母親、息子、娘の自宅まで行き、インタビューと残された服などから、霊視をしてもらうこととなった。家族の悲しそうな顔、そして訴え、テレビ的にはいい絵が撮れている。プロデューサーは、いいぞいいぞ、次はおばちゃんの登場だ。マイクロバスでは、よく喋る喋る普通のおばちゃんだが、なぜか残された服を見て、家族をじっと見ても、無言。無言。無言。ふう、疲れた。ロケバスに戻るか。スタッフ一同。なんで？プロデューサーが。なんでこうなるんだ。予算をケチるじゃなくて、ちゃんとしたテレビ慣れした霊能力者にすればよかった。とぼやいていたところ、そのおばちゃんがプロデューサーに一言。家族みんなに、殺されちゃったね。わしゃ、殺人者の前では、こんなこと言えんよ。あの裏山で、土管に埋められておる。どうも、家族全員で父親を滅多刺しにしてるシーンが浮かんだそうです。ちなみに、これは実話みたいなのです。警察も蒸発ではなく、前々から家族を疑っており。このことは言わないように。ということで、オンエアされませんでした。テレビでこのような企画でやる場合、本物だったらお蔵入りすることがほとんどなので、やらせ以外はまずオンエアされないようです。親父恨まれすぎ。家族みんなにってどんだけよ。なんで自分たちで殺した父親を探そうとしたんだ？番組出演で金が入るし、周りからは必死に父親を探す家族として同情される。心霊を信じてないから、出演したんじゃねえ？警察と世間に対するポーズじゃないかな。警察に怪しまれながらも確たる証拠もなく挙げられないでいるから、自信深めちゃったんじゃね。ダメ押しの被害者演技。第6話、終電車。僕の家から会社までは、小さな私鉄の電車で約30分です。都会では考えられないでしょうが、行きも帰りもほとんど座って通勤しています。その電車で帰宅途中、不気味な出来事を体験しました。その日、僕は部長の誘いで飲みに行き、12時前の終電にようやく間に合いました。タクシーで帰ると1万円弱かかりますから、とりあえず電車に乗れたことでほっとしながら、座席に腰を下ろしました。田舎のことなので、終電といっても静かなものです。どうやらこの車両には僕一人のようでした。僕は足を前の座席に伸ばすと、酔いのせいもあってすぐに居眠り始めました。何分くらい経ったでしょうか。僕は小さな声で目を覚ましました。クスクスと笑う声は、どうやら小さな子供と若い母親のようです。ねえ、この電車もよく乗ったよね。そうね。ケンちゃん、電車好きだったものね。うん。まるまる駅に行った時はとっても楽しかったね。そうね、できたら東京駅とか、国鉄の大きな駅にも連れて行ってあげたかったわ。うん、夜行列車とか、一度乗ってみたかったな。僕は夢うつつに親子の会話を聞いていました。車両は4人掛けの座席になっているので、姿は見えませんでしたが、
結構はっきり聞こえてくるということは、すぐ近くのシートにいるのでしょうか。どこか途中の駅で乗ってきたのかな、と思いました。ケンちゃん、国鉄にはあんまり乗せてあげられなかったものね。国鉄という響きが奇妙に感じました。JR になってからもう15年以上経つのではないか。そんなことを考えているうちに、目が覚めてきました。僕はそっとシートから体を乗り出して周りを見回しましたが、親子の姿などどこにも見えないのです。僕からは死角になっているところに座っているのだろうか。思い巡らしているうちに次の駅に着き、乗降のないまま発車しました。またうとうとし始めると、それを待っていたかのように親子のひそひそ声が聞こえてきました。ケンちゃん、あの時は怖かった？お母さんが一緒だったもん。全然平気だったよ。でも、痛かったでしょう。わかんない。でも、大好きな電車だったからよかった。そう、そうよね。ケンちゃんの好きな、この青い電車を選んだんだもの。あ、もうすぐあの踏切だよ。子供がはしゃいだ声を出しました。僕はぼんやりと窓の外を見ました。カーブの先た旗の中に、ぼんやりと浮かぶ踏切の赤いシグナル。その踏切に親子らしい人影が立っていました。親子は降りた遮断機をくぐり抜けようとしているように見えました。と電車が急ブレーキをかけると同時に、鈍い衝撃が伝わってきました。そして、僕の座っているシートの窓ガラスに、くしゃっと赤い始末がかかりました。全身の血の気が引く思いで、僕は思わずドアの方へと走ろうとしました。しかし、座席から立ち上がってふと気づくと、電車は元通り走っています。僕の心臓だけが激しく鼓動を打っていました。夢か、と、立ち上がったついでに車内を見回しましたが、やはり誰もいません。さっきから聞こえてきた親子の会話も、夢だったのかもしれない。そう思って気を落ち着かせると、一人で車両に乗っているというだけで怯えている自分が、情けなくさえ思えてきました。終点です。と車内アナウンスが聞こえ、ようやく電車が本当に減速し始めました。僕はコートとカバンを抱えて出口に向かいました。ホームの明かりが見え始めた時、はっきりと後ろに人の気配を感じました。何かボタボタと水滴の落ちるような音も聞こえてきました。視線を上げ、僕の背後に映った人影を見た瞬間、僕は思わず持っていたものを取り落とし、その上腰を抜かしてしまったのです。ガラスに映っていたのは、5歳くらいの子供を抱いた若い母親でした。母親の左腕は肘から先がなく、胸もズタズタで、その傷口から血をボタボタと垂らしていました。そして右腕で抱きしめられている子供は、左半身が潰されて、ほとんど赤い肉塊にしか見えませんでした。子供は残っている右目で、僕をじっと見つめていました。その後はあんまり覚えていません。へたり込んでいる僕を駅員が引っ張り出し、そのまま事務所で冷たい水を出してくれました。車内の出来事をその駅員に聞くことはできませんでした。実際に飛び込み自殺があったと言われたら、おかしくなりそうでしたから。自殺とは断定できないんじゃない？列車事故かなって。電車を選んで踏切くぐってるから心中だろう。事故なら電車選べない。子供も自殺することを望んでいたのか？心中だけど無理心中に近いと思う。5歳くらいなら自分の意思を親の判断に委ねるだろうから。前途ある身の若い者まで巻き添え食らわすのはやめてほしい。他人事とはいえ。第7話、頭を打つと成長ホルモンが止まる？これから書くのは、正真正銘の実話だと強調しておきます。名誉毀損になりそうで実名を挙げられないのが口惜しいんですが、マジでシャレにならん話だと思います。私が小学生の頃、仲の良かった女の子がいました。仮に名前を A ちゃんとします。親ぐるみの付き合いで、自宅に呼んだり呼ばれたりして、よく一緒に遊んでました。その家には小さい赤ん坊がいます。年の離れた妹だとばかり思っていたのですが、私の母が彼女の母親から聞いて、私に教えてくれた話によると、その子はその時すでに6、7歳になっていたそうです。つまり、成長しない病気なんです。見た目はどう見ても赤ん坊だし、言葉を話すことも、歩くこともできません。でも、一応母親のことはわかるらしく、
母親が抱っこすると笑うし、母親が視界に入っていないと泣きわめくそうです。当時小学生だった私は、ことの重大さがよくわかっていなかったのですが、A ちゃんの両親は随分悩んでいたみたいです。その子は二十歳になっても三十歳になっても、赤ん坊のままなのです。両親が生きているうちはいいが、死んでしまったら誰がこの子の面倒を見るのだろう。順番から言えば、母親は娘より先に死にます。その場合は A ちゃんが、赤ん坊の姿のままの妹を面倒見なければなりません。縁談にも差し障りが出るかもしれない。ただ、A ちゃんの家では、その赤ん坊の存在を隠すような真似はしませんでした。むしろ積極的に話していたようです。それには理由があります。その赤ん坊の障害は先天性のものではなく、看護婦のミスによるものでした。赤ん坊を取り上げるときに床に落としたというのです。抗議して他の産婦人科や警察にも相談に行ったのですが、病院は同業者のミスを隠したいのか親身になってはくれず、警察も証拠のないことで動いてはくれません。病院側はあくまでも赤ん坊を落とした事実はないと言い張り、結局泣き寝入りすることになったのです。ただ、せめて口コミで。あそこの病院はひどい。行かない方がいい。と広めるために、あえてオープンにしているみたいです。ここまでが普通のひどい話。後日談があります。治療すりゃ治るってもんでもないし、具体的に何をしに通っていたのかよくわからないんですけど、その子の治療のため、定期的に専門の病院に通っていたそうです。そこの待合室で、同じ病気の子供を持つお母さんと仲良くなります。A ちゃんのお母さんは病気の話を始めます。すると相手のお母さんも、同じ病院で赤ん坊を落とされていたそうです。幽霊なんか問題にならないくらいの、死ぬほどシャレにならない話だと思います。なんか、同じ病院で起きてるとか、そういった研究の実験上にしか思えなくなった。ちなみに私その病気、成長ホルモン分泌不全性低身長症ですよ。生まれて1歳で判明していましたが、実際に治療したのは小学5年、10歳前後ですな。注射、遺伝子組み換えホルモンを病院の指導のもとに家でも打って治療しましたよ。全く成長しないというのなら、この赤ちゃんを詳しく調べると、不老不死研究ができるのでは？成長をしないってだけで、細胞の寿命は普通の人と同じだから不老不死ではない。第8話、決まり。やっと謎が解けた。原因はあるものを見たからで、それが何かやっとわかった。平成10年9月10日、大県 H 市にある廃墟に肝試しに行ったのがことの始まりだった。見なかったことにしようという暗黙の了解がいけなかった。当時、私と A、B の私たち3人は、ドライブがてらよく心霊スポット巡りをしていた。問題の場所は有名なところで、多くの人たちが連日連夜訪れ、心霊スポットというより、いつの間にか一種の溜まり場となっていた。その建物は2階建てで、強盗殺人によって廃墟となったと言われていた。1階には3つの部屋、食卓、応接間、仏壇の置いてある部屋があり、床に所々穴が開いている以外、各部屋は全体的にきちんとしていた。2階には4つの部屋、おそらく子供部屋が2つ、寝室、書斎らしき部屋があった。事件が起きたのは2階の子供部屋の1つで、パイプベッドと床には無数の写真が散らばっており、そこは最も怖い部屋と言われ、肝試しのメインの場所だった。その日は私たち以外に3つのグループが先に訪れており、廃墟の入り口となる細道で、何やら騒ぎながら話していた。私たちが入り口に到着すると、その中の4人、おそらく1つのグループが寄ってきて、これどう思うかと言って、3枚のポラロイド写真を見せてきた。3枚とも問題の部屋を撮った写真で、2枚は部屋の中で、1枚は窓を外から撮ったものだった。部屋の中の写真は、曇ったオレンジ光がベッド上に映っているものと、その後に撮ったものにはオレンジ光はなく、白い丸い霧が同じところに映っていた。そして最後に撮った外からの写真には、窓、ガラスはない、に撮っている人を眺めている、人影のようなオレンジ光が混ざった白い霧が映っていた。これらの写真を撮ったグループが一番先に到着しており、他の二つグループも私たち同様に写真を見せられ、まだ廃墟には入っていなかった。そして、
真相を確かめようというより、霊が見れるかもという期待感が高まり、みんなで行ってみることになった。到着すると、写真のせいもあって、廃墟には不気味な感じが漂っているように感じた。全員、11人で中に入る人、外で待つ人を決めている時だった。廃墟の中から、3人の小学生ぐらいの女子がいきなり笑いながら走り出してきた。私たちはほとんど同時に叫びビビったが、よく見たら生きている女の子たちで、そして私たちに。笑いに来たらダメだよ。赤いマリ見つけたら教えてね。と、不気味で意味不明なことを言ってきた。私たちの一人が、何してるの？と尋ねると、一人の子がろれつの回らない早口で、許す許さないの問題じゃなくて決まりだからははは。と言ったというより叫んだ。三人ともかなり様子が変で、しかも深夜一時ということもあり、この子たちは事件に巻き込まれたんじゃないかと思い、警察に電話しようとした時、一台の車がやってきた。中から中年の夫婦と老婆が降りてきて、私たちのところにやってきた。そして夫婦は子供たちを車に乗せ、老婆が私たちに、あんたら、早く帰りなさい。ここはいかん。この子たちは孫で、かわいそうにおかしいんだ。夜な夜な抜け出してここに行く。家から3キロあるのに。あんたら肝試しはいかんよ。私は霊は信じないけど、この子ら見てると辛くてね。おかしくなる前と顔が他人になってるのよ。帰りなさいよ。と忠告した。今思えば本当に帰るべきだったと後悔しているが、あの時は、その忠告が期待感を高め、その好奇心に負けてしまった。それがいけなかった。老婆らが帰った後、写真を撮ったグループの一人が、自分たちが来る前から、あの子たちは廃墟のどこかに隠れていたことに気づいた。隠れる場所といえば、穴の開いた床下か、仏壇の横にある押し入れ、または問題の部屋のベッド下。ともかく、そのことの不気味さと恐怖感を抑えて、私たちは6人が部屋の中に入り、5人が外で、万が一のことを考え各車のエンジンをかけたまま待つことになった。私は中に入ることになった。階段は1列に並ばないと登れない構造で、私は前から3番目で、登りながら、こういう場合は、もし霊が出るなら、じわじわりと前触れがあるんだろうな、と勝手に想像していたが、前の2人、男と女、が部屋に入った瞬間、男の悲鳴とともにその想像が一瞬に崩れた。私たちは何事かと思い部屋に駆け込んだ。そしたら、女がうつろな目で仰向けに倒れており、くねくねしながら何かつぶやいていた。はじめは小声だったが、いきなり甲高い声で笑い。決まりだよ。あはは。決まりだから、切り外してもダメなの。また行くよ。と叫び始めた。私たちは焦り、女を担ぎ一目散に部屋から逃げて車に飛び乗った。みんな無我夢中で、自分の連れとは別の車に飛び乗った。私は担がなかった方だが、女と同じ車に乗った。女の方は半分気を失っている状態で、汗をびっしりかいていた。先頭の車に続き私たちはファミレスに入った。女はすぐに別の子とトイレに入り、吐いた後に気を取り戻した。みんなしばらく放心状態だったが、女がポケットに何か入っていると言った。それはあの部屋に散らばっていた一枚の写真で、それを見てみんな凍りついた。日付は1979年11月3日で、写っていたのは女子で、その顔が廃墟から出てきたあの3人の女の子の、意味不明なことを叫んだ方とものすごく似ていた。女は写真を見て泣き出した。女が言うには、部屋に入ったら写真の子がベッドに正座で座っており、目が合うとニヤつきながら立ち上がり、飛びついてきて、息苦しくなり意識が飛んで、気がついたら車に乗っていた。と。女を落ち着かせた後、写真は一番初めに来たグループの人たちが保管することになり、我々は朝になるのを待って解散した。肝試し話はこれで終わりですが、後日談が恐怖の始まりでまだ続いています。過去を振り返り反省しながら、皆さんに話してます。決まりが分かった今、朝になるのを待って、みんなで連れて行くつもりです。その後日談が一番重要だろ。中途半端ですげえ気になる。え？決まりというか決まりじゃねえの？とマジレス。赤いマリと切り外しても、は意味不だわ。決まりだから、
言うなとかルールじゃなくて決まりだから。リーダーでもないのか。第9話、ヤクルトおばあさん。あれは俺が小学校4年生の時でした。当時、俺は長官の新聞配達をしていました。その中の一軒に、毎朝玄関先を掃除しているおばあさんがいました。そのおばあさんは毎朝、俺が、おはようございます、と言うと、ご苦労さん。と言って、ヤクルトを2本あるうちの1本くれました。俺はいつしかそれが楽しみになっていました。そんなある日、いつものようにおばあさんに挨拶すると、返事がありません。いつもは笑顔で挨拶してくれるのに、振り向きもせずに黙って玄関先を掃除しているのです。なんか変やなぁと思いながら、その日は残りの配達を済ませ帰りました。そして次の日、おばあさんのところに到着して挨拶をすると、またしても返事もなく掃除をしています。それにポストには昨日の朝刊と夕刊が入ったままです。その横のケースの上にはヤクルトが3本あります。俺は黙って飲むわけにもいかず、その日も帰りました。翌日、おばあさんの姿はありませんでした。そして、その次の日も。そして2、3日経ったのですが、相変わらずおばあさんの姿はありません。ポストは新聞でいっぱいになったので、玄関の扉の間から新聞を投函しました。ヤクルトも数が増えていました。旅行でも行ったんかなぁと、大して気にも留めずに、その日も帰りました。店に帰り、新聞屋の親父にその話をすると、ああ、あのばあちゃんヤクルトくれるやろ。と言い、そういえば、あのばあちゃん一人暮らしやったはずやで。なんか心配やなぁ。と言いました。そして、とりあえず一回警察に連絡してみるわ。と言ってましたので、俺は家に帰り学校へ行きました。その次の日、新聞屋に行き配達に出ようとすると、親父から、〇〇くん、あのばあさんのところはもう入れんでもいいよ。って言われました。なんでやろ?と思いながら配達を終え、店に戻ると親父が、あのなぁ、あのばあさん死んだんや。今、警察の方で調べてるけど、死後1週間から10日は経っとるみたいやなぁ。と言いました。そして、配達に行く前に言うたら怖がるやろから、戻ってきたら言うたろと思ってたんや。まあ、お前が姿を見た最後の2日間のばあさんは、お前に自分が死んでることを教えたかったんやと思うで。と言われ、その瞬間は俺は意味がわからんかったんやけど、意味がわかった時、新聞配達をやめたのは言うまでもありません。あれから31年経った今でも、あのばあさんの姿は忘れられません。小学校4年生にはダイイングメッセージは早かったかな。ヤクルトが3本だったってところには何か意味あるのかな?前の日の新聞配達の後に死んだってことだね。ヤクルトあげたくなくて無視してんのかと思った。ヤクルトおばあさん、ものすごく高齢のヤクルトレディの話かと思った。第10話、人間の力。酔った勢いでつい関係してしまった女の子がいた。彼女は明るくて自分のタイプだったので、その後も何度か会社帰りに飲みに誘ったりして、彼女もその気になり、ついに付き合うことになった。同じ会社の子ではありません。俺はバカなのか、最初は不埒な関係から始まったのに、いつしかその子のことを本気で好きになっていて、きちんと付き合えた時には、自分はこの世で最高の幸せ者だと思っていた。毎週重ねるデート。いつも一緒にいたい。そう思っていた。しかし付き合っていくうちに、彼女の明るいだけではない面が見え始めた。会うたびに彼女は、本当は自分に自信がない。ということを口癖のように言うようになった。俺は、何でも相談に乗るから、受け止めるから、と言ったんだが、彼女は俺の言葉が耳に入っていないのか、ひたすら、自信がない。を繰り返す。いつもため息ばかりになって、表情もうつろな部分ばかり見えるようになっていった。何度か話をして原因を聞いたんだが、どうやら、家庭内の両親との関係、友達との不和、学生時代にあった嫌なこと、話してくれなかった、から来るトラウマが原因だったらしい。俺は彼女が悪循環にはまっているのではないかと思った。彼女はひどく親のことを憎んでいた。
希望はないようなことも言っていたけれど、俺とのデートも必ずやってくるので、深いところでは俺を頼っていてくれてるのかと思っていた。だから、思い切って親元を離れてみれば、とアドバイスしたが、家を離れられない。と言って拒絶された。彼女はことあるごとに彼氏である俺に対して、何か精神的な支えが欲しい。とのたまった。俺は自分こそが支えになると言い続けたが、彼女は、恋人とかそういうのじゃダメなの。もっときっちりしていて、揺るぎのない世界の中で生きていきたい。例えば機械のような。と言った。俺は、人間は機械じゃないよ、と言ったけど、彼女は悲しそうな笑顔を見せるだけだった。俺はその時点で別れることもできたんだけど、なんというか、彼女に惚れ込んでしまっていたので、彼女と別れるという選択肢は、その時は考えられなかった。2ヶ月が経とうとした頃、彼女に変化が見られた。ある日、デートの待ち合わせをしていると、向こうから銀色の服を着た銀髪の女が歩いてきた。それが彼女だった。彼女は黒髪で、地味な服装を好む癒し系だったのに、その時の印象は、一言で言うならメトロポリス。銀色の服に銀色の髪、そしてマトリックスに出てくるような鋭角的なサングラス。しかし服装のバランスはおかしくない。むしろオシャレな感覚さえ感じさせていました。ですが、今までとは全くの別人のような感じで、その世界にどっぷり浸かっているように、完全に俺とは別の世界を歩いてきた女のように見えました。しかし彼女は明るくなっていた。話をすると出会った頃のような感じで、悩みが吹っ切れたみたいにノリが良くなっていて、俺の手を引っ張って子供みたいにはしゃいでデートを楽しんでた。俺は明るい彼女が戻ってたのは正直嬉しかったけど、正直ちょっと怖かった。何が彼女をそうさせているのかわからなかったし、理由を聞けないでいた。夜まで遊んで、その日は、帰りたくない。という彼女の要望もあって、金曜日の夜だったし、結局ブティックホテルに泊まることにした。ホテルに入って、久しぶりに熱く愛し合った。その後、俺は明るくて愛しい彼女が戻ってきた嬉しさでいっぱいだった。彼女の変わりようには驚いたけど、結果的には良くなったのが一目瞭然だし、心配は取り越し苦労だったのでは?という考えが頭をよぎった。それに、理由を無理に聞くのもちょっとためらいがあったので、その夜は聞かないことに決めた。一戦が終わり、彼女がシャワーを浴びに行った。俺はベッドで一人でタバコを吸っていたんだけど、しばらくしてもなかなか彼女が出てこないんだ。どうしたのかな?と思ってそのまま待っていたんだけど、さらに5分ぐらいしても出てこない。シャワーに時間をかけない子だったので、いい加減心配になってきた。シャワーの水の音はまだ続いている。まさか手首でも切ってやしないだろうな。そう思い、裸のままバスルームのドアを開けた。ドアが開かない。何かが引っかかっているようだ。曇りガラス越しに、人が横たわっているような色が見えた。肌色と赤い何か。俺はドアにはまっているガラスを素手で叩き割った。叩き割ったガラスの間には、彼女の横たわった姿が覗いていた。いや、正確に言うと、割れた部分から見えたのは彼女の足元だけだった。彼女はドアの方に頭を向けて横たわっていた。シャワーの水の流れが赤く染まっている。間違いない、血液だ。そう思い、俺は結局ドアを無理やりこじ開けるようにして、その少しの隙間から体をこじ入れた。そこにいた彼女は、裂けそうなほど大きく見開いた目で俺を見ていた。金魚のように口をパクパクさせてこちらを見ている。そうして彼女の体に目をやった。彼女は自分の腹に包丁を突き立てていた。どこから持ってきたかわからないが、その冷たい凶器は彼女の腹の中にあった。俺は彼女が凶器を握っている手を引き剥がそうとした。痛いよ。痛い。彼女は低くうめいた。なんでこんなこと。俺は半泣きになりながら、彼女の指を一本一本剥がすように引き戻した。包丁の柄に張り付いているように離れない。それでもなんとか指を引き剥がした。以前聞いた話だが、包丁で刺した傷は抜くと出血がひどくなるから、そのままにしておけという話を聞いたことがあった。俺はそう思って包丁をそのままにした。包丁は20センチぐらいある柄の半分くらいまで腹に斜めに刺さっていた。機械になれなかったよ。彼女はそう言うと、苦痛を感じている人間が本当にそんな表情ができるのかと思うほど、美しい顔で微笑んだ。
瞳には悲しそうな光があった。大急ぎで彼女をベッドまで運んだ。そしてベッドルームの入り口にある電話からフロントを呼んで、救急車を呼んでもらった。ベッドに戻ると彼女は体を痙攣させていた。もう俺の言葉も聞こえていないようだった。何度も呼びかけると、彼女はやっと目を俺の方に向けた。ゆっくりと。そして、口元で何かを言いたがっているのが分かった。俺は耳を近づけて聞き取ろうとした。俺の耳にはっきりと聞こえてきた言葉。それは、お父さん。そう言うと彼女は、腹に刺さったままの包丁の柄を再び両手で握りしめ、最後の力を振り絞ってさらに深く自分の体に引き込んだ。チトチトチ。俺は一生忘れない。ベッドに飛び散ったそれは、俺の視界を一瞬赤く染めて、頬の上を伝った。血には匂いがあるのだ。鼻につくような冷たい匂い。誰にもそれは流れている。そしてそれは俺の中にも流れている、と思うとゾッとする。彼女はもう気絶していた。意識はなかった。俺は彼女の頭を抱きしめて叫んでいた。わけのわからないことを必死で。その後、誰かが部屋に入ってきて、俺は彼女と一緒に病院まで搬送された。救急車の中で彼女は応急処置を受けていたが、結局意識の戻らぬまま明け方に死んだ。彼女の死んだ本当の理由はわからない。どうでもいいことだ。死ぬ理由を知ったところで、それで彼女が戻ってくるわけじゃない。けれど俺は、彼女の死が理不尽なものだとは思わないことにした。彼女は苦痛から逃れようとして、彼女にできる方法で自分を救ったのだ。むしろそれは幸せだったのだろうと思う。彼女を救えなかったことは残念だが、それも今となってはどうでもいいことだ。はあめんどくさい。本音を言おうか。俺は今さっきまでしていた丸なにまで断念して、このクソ女の話を書いている。暇だからだ。そうだ、2チャンネルの皆さん、お前らにいいことを教えてあげる。人間の力など、本当の絶望の前には、大海をさまようボートのように何の力もない。愛にはその力がないのだ。お前たちがいつももてはやしている愛。それは無力だ。俺にはもう感情がない。だからこの話に出てくる感情は、すべてなくした感覚のただの記憶に過ぎない。誰かが死んだら、笑うふりでもしてやるさ。俺はただ与えられた生活を毎日、時間を垂れ流しながら生きているだけだ。おそらくこの書き込みを終える頃には、俺は絶望も失望も忘れて、女の尻を追いかけ回しているだろう。それもどうでもいいことだ。2チャンネルの皆さん、俺には生きる気力も死ぬ気力もない。俺のような人間を本当の自由と言うんだよ。死ぬ必要性がないから死なないだけで、いつだって死ねる。口では何とでも言えるな。じゃあつまらないからネタ提供。今からあのクソ女がしたのと同じやり方で自殺します。ちょうど包丁もあるしね。回線切って首吊りますなんてシャレみたいだよな。でも回線は切らないでおくよ。俺の血液が体から抜けていく間、お前らは好きにこれをロムればいい。回線は繋げておけ。幽霊が存在するなら、ひょっとしておかいたの皆さんの家に行くことぐらいできるかもしれないからな。なんで化けて出るのか?なんて野暮なことは聞くなよ。お前らのことだって俺はちゃんと考えている。俺の今の気持ちはこうだ。みんな、死ねばいい。じゃあそんな感じなんで、そろそろさよならだ。これってオカルトでも何でもない、ただの遺書だから、サクッと流して忘れてくれ。ちなみに、俺は今日普通に会社に行って、普通に仕事をして談笑してた。誰も俺が何考えてたかなんて気がつかなかったよ。いつもみんなが死ぬ姿ばかり想像してたんだけどな。じゃあ刺します。レリキモレモパチリテスリチモリココヒモサマハモチミマキチニナウナマルセホセオンノ。リッチの三千個に積み酒キコネサシモコミノレシミラキコラツ、ま、間にセツマヒアイダツセラマコセレノ、クノ。今まで読んだ中で一番悲しい話かもしれん。同情はできないけど、ごめんな。こいつ、女に執着しすぎやろ。最後の呪文みたいなのの意味がわかりません。どなたかわかる方おられますか?倒れたか何かでむちゃくちゃに入力されたまま書き込んだんだろ。言ってよ、いけね、送信だけはしとかなくちゃ、投稿ボタンポチってことか?今この人はあの世なのかこの世なのか。彼女ともども幸せになっていてほしいな。
第11話、スキー場に現れたもの。私の知人に山田という、マタギというか漁師の男がいた。専用の漁師ではなくて、本業を別に持っている季節限定漁師だ。私と彼は仕事を通じて知り合ったのだが、身元が割れると嫌なので私の職業と彼の本業は伏せる。地名も伏せる。何年も前の冬、山田が連絡をよこした。当時、山田の山、彼の持ち山ではなくて、漁をする山にスキー場を作る話があって、山田は環境保護団体と一緒に、建設反対運動をやっていた。その運動に協力してほしいという。すでに山の北側に、スキー場を視野に入れた県道が走っていたし、今更どうこう言っても仕方ないような話だったのだけれど、仕事に絡みそうな話でもあったので、土日を使って山田のところに行った。土曜日は山田の家に一泊して、一通り運動の説明を聞いた。翌日、予定地を見に行くことになった。翌朝はスキーを履いて出た。山田と二人で予定地を見て、写真撮影をした。午後には山を降りる予定だったのだが、帰る前にいいものを見せてやると言われて、山田について行き、スキー場から少し外れた斜面に出た。山田はザックの中からパンツとかシャツを出して、持ってきたソリに縛り付けて、斜面を滑らせた。ソリはかなり滑ってから止まって、上から見るとかなり小さくなっていた。しばらく下に行ったソリを見ていると、どこからか小学生くらいの背の高さをした白い人がソリの周りに集まってきた。動物かと思ったけれど、どう見ても二本足で歩いていた。そいつらは数が集まると団子状に固まって、ソリにたかっていた。スキー場作ったら、あいつらみんな食われるぞ。山田はそう言っていた。怪奇現象かと思ったが、何せ真っ昼間のことだから、ただ呆然と見ていた。山は違うんだな、と思った。その後は別に何事もなく山田の家に戻った。当時の私は仕事も油の乗っていた時期だったので、ややショックもあり、よくわからないことに関わるのはやめた。結局スキー場はできてしまったし、化け物が出たという話も聞かない。それから疎遠になってしまったので、今は年賀状以外で山田との連絡はない。今思えば、ファンタジーな世界に入れるチャンスだったのかもしれない。ファイナルファンタジーにならなくてよかったね。白いものの正体気になる。普通に考えて雪男か？山田の山に増えた。あいつらみんな食われるぞって、どういう意味だろう。雪の精霊？山の精霊？が、スキー場関係者に殺されるってこと？山田の言うあいつらってのは、スキー場関係者の方を指してるのかと思った。そのくねくねっぽい奴らの群がり方からして食われるのは人間の方かと。シャツとパンツだけを食われるんですね、わかります。スキー場作ったら、あいつらのパンツがみんな食われるぞ。パンツの盗難が多発するスキー場か。胸圧だな。鼻水増えた。最終は、元須湖畔で朝釣り。数年前に元須湖畔で、朝釣りのためにキャンプをしていた時のこと。夜中の焚き火中に、助けて、誰かと女性の声が湖の方で聞こえてきて、そちらに目をやると女性が溺れていた。びっくりしたと同時に、助けなきゃと思い立ち上がったら、連れが、お前何する気だよって引き止めるから、助けなきゃと言い返したら、お前、ちょっと冷静になってよく見てみろ。ここから離れていて真っ暗なのに、なんで顔がはっきり見えているんだよ。というもんだから、改めて見てみた。そうしたら、水の中でバシャバシャもがくこともやめて、じっとこちらを見ていた。足が立つ場所じゃないのに。確かに暗闇のはずなのに、顔の造作まではっきりわかる。白く光っているというか、焚き火は渦み火だったから、こちらの光が届くわけもなし。で、ゾーッとして、言うまでもなく即刻撤収。そちらを見ないようにして作業したんだけど、視線をずっと感じていた。もう、二度と行かない。溺れている仕草を、主と知人に嘘だと見抜かれた瞬間やめてじっと見つめているのが怖い。簡潔で素晴らしい。元彦にはモッシーがいるよ。では早速、
視聴者の皆様のコメントを見ていきましょう。歓喜。やるくとおばあさんの話、怖いっていうより切ないな。川の石も、持って帰ると良くないことが起きると聞いたことが、墓石の砕けたものが混ざっている可能性があるらしい。恐れ山ほどの霊地、近所ではないが河原の石、もしかして海辺も、もう本当は持ち帰ってはならないと言われとりますな。一つの感覚、この場合目であるが、人もそれが使えなくなると、他の感覚が鋭くなるそうな。お坊様だし修行もしてるから霊力が上がっているのでは？そうか、マチュピチュもか。今回はこれでマチュピチュとなります。また明日お会いしましょう。おやすま。